106人。これまで106人のエリザベスの最後を見取ってきた。何度繰り返しても、これだけはなれねえな。俺は目覚めた。傷ついた体は、すっかり元通りになっていた。だが、エリザベスは、傍らで死んでいた。その3日後、エリザベスは、俺の目の前で死んだ。あなたの父と、私の母が私たちにかけた呪い。永遠の生と永劫の輪廻。あなたは二度と年を取ることもなく、たとえ死んでも蘇る。私は人間として短い生を繰り返す。その度に前世の記憶をすべて忘れて。万が一、前世に全ての記憶を思い出してしまったら、何があろうと、何に守られていようと、必ず3日で死ぬ。やっぱり呪いは、解けていないのね。幼くして記憶に目覚め。エリザベス！下がりなさい！俺の目の前で。また、あるエリザベスは。あなたは不思議な人ね。まるであなただけ時が止まっているかのよう。メリオダス、私が死んだら、私のことは忘れて、いい人、見つけて。一生記憶を取り戻すことなく、目の前で、静かに息を引き取った。